でえー、まずはそれでその例えば砂粒1個、まあ、砂粒といっても丸いんですからビー玉1個と言った方がいいかもしれませんがビー玉同士が衝突した場合にどうなるかということを考えかん、えー、と紹介したいいと思いますこれはあのニュートンのゆりかごというやつでまあご存知かもしれませんがこんなのは500円ぐらいで売っています。 運動量が伝わって端っこまで行くんですけども、で。まあ注目してほしいのは、その運動量が伝播するということよりも。だんだん振幅が小さくなっているということですね。で、これはもちろん音を出せば。今音を殺してますけれども、音が出てます。で、す、ですから。音波が出ている分、エネルギーがロスしているという見方もできますが。もちろん、それだけじゃなくて。若干ヒートアップして、振動も冷気して、え。ー エネルギーをロスしていますですからこれだんだんこう振幅が小さくなって最後には止まってしまうそういう典型的な分体の挙動になっているわけですで。ですがまあその今注目したいのはこ,のあこ,こういうそのぶつかった1個の玉同士のあ衝突ルールはどういうふうになるかということです。で、えー、そうするとこれもだからあのピンポン玉なんですが。 ピンポン玉も見れば分かるとおりだんだんこうその元のスピードでは跳ね返らずにだんだんこうあの反発によって速度は失われてそれでやがて止まってしまうまあこれはちょっとうちの机がちょっと傾いてるから転がっていってしま,いしまったわけですけどまあそういうことになるわけですね。でえとまあこういった問題というのはまあ野球の方が本当はメジャーだと思うんですけども。 えー、その例えばボールが飛ぶか飛ばないかということで常々議論されるわけですで反発係数いく,いくつのボールを使ったらこのぐらいでであのちょっとそれから規格から外れるとまあホームランが出すぎるとか今度はホームランが出なさすぎるとかいろいろあるわけですでもちろんその野球だけじゃなくてピンポンやテニスやバドミントンなどの球技でものすごく大事になると。 でもちろんこういうのはあミクロな物理としても大事なわけですけれども、えー、そういったものを考える上で、えー、どういう特徴付けがされているかというと高校の物理ではこういうことを言っています。でこれはあ反発係数、まあ、跳ね返り係数というものがあってこの V っていうのが衝突前の相対速度それで V' っていうのが衝突後の相対速度で。 それがまあ,あのこのマイナスをつけているのは向きが変わってていいいるという意味を込めていますで、えー、そうするとこの跳ね返り係数あるいは反発係数があ衝突速度に依存しない物質定数で0から1の値を取るというふうに高校の物理の教科書いまだにそう書いてある。 受験出版これはあのうちの次男が今大学1年生ですけど、まあ、一応去年その受験サプリを、えーあの何えー、と映像を作る時に確認しました彼の教科書を確認しましたがいまだにそういうこと書いてあります。ですがこれは全くのデタラメですと。 で,ですから野球でやそのボール例えば水野とかが独占的にやってますけれども反発係数でで特徴付けるっていうのは非常に危険なんですね、まあ、こういうことがあるということでまずそのことをいきますでこれが実は,実は実験データから作った衝突速度依存性です反発係数これを見ていただけば分かりますか元図はもうちょっときれいだったんですけど私はもう一回読み直してグッズを作り直しました。 でえっ、ー、とそれはこれは氷なんですねえっ、ー、と氷の実験で1984年のあ実験ですでこれを見ればあごめんなさいこれを見れば分かる通り衝突速度がゼロの極限ではまあ限りなく1に近づくんですねこれはまあ当然動いてないですから動いてないものを接触させたときに反発係数っていうのはまあもちろんゼロ分のゼロでなかなか定義はしづらいんですが基本1になるということは期待されます。 でそれから急に下がってグーッと下がってまあここら辺が一定かなという気もしなくもないんですね。でこれより先データがあるかっていうと実はなくて氷の場合は溶けてしまうのであんまり高速でぶつけると反発係数そのものが定義できなくなります。でまあ大体どの物質でも大体こういう感じで衝突速度に依存して反発係数は急激に下がります。で もうちょっとその氷のように溶けない物質でやるとこの辺で立ちるかなと思ったらこの辺からまたガクッと下がるということがあります。これはあの壊れは壊てしまうんですねで例えばピンポン玉をグッて思いっきりぶつけるとへこみますね。でそういったことがあってその完全に反発しなくなるという,いうことがあるとものすごく反発ケースが下がりますまあそういういことがあります。 これはまあある意味業界的には常識なんですが、えーまあ、理論的には速度の反発係数の1からのずれっていうのは大体5分の1乗で変わるだろうと言われています。まあ大体実験もおおむね低速領域ではこれに合っています。 でまあ、これは実は粘着性がない時なんですけど粘着性があると実は最初の方は反発ケースが低くてあるところでピークを持って下がるというそういう,う振る舞いをします、まあ、ややこしいんですね割と。でもちろんその物質定数ではなくってまあなんか C は物質定数と言ってもいいのかもしれませんその物質の質量それから弾性率硬さ半径でも半径が。 半径の依存性があるんですねだから物質テストはやっぱりちょっと言い難いところがあります。でもこれは Q の場合でもちろんその形状に依存しているのは間違いありません。例えば2次元であればこれはあまあほぼあんまり衝突速度に依存しないログの対数の衝突速度依存性があると言われています。いいここうううう感じになってて全然違うということが 高校の教科書は適当だということが分かったと思います。で、えー、とじゃあこれは正面衝突でしたけども斜め衝突の場合はどうなるかこれは反発係数が簡単に一を超えます。でこれはまあ例えばこういうふうに衝突面があってそれに対してこう斜めに来ると回転とかも冷気されますし向きが衝突の向きが変わったりするわけですね。 でこの場合じゃあどういう実験データがあるかっていうとこんな感じです。これ反発係数とそのガンマというのは先ほどのここで衝突の時の放線方向に対する角度ですね衝突角。その衝突角に対して失礼しました。タンンンジェントガマがででかくなるこういう,こういいう感じの浅い衝突です 浅い衝突だと跳ね返り係数を一応大きく超えると。いうのが実験的に見えます。で、えっ、ー、と、これは。まあ、あの、実験の。あのー、セットアップを見ると。九。ぶつける球はアルミナセラミックで。板はポリカーボネートで。で、まあ、これだけ聞いてもわかんないかもしれないですけど。こちらが硬くて、こちらが柔らかいということです。あの。ヤング率とか、ああ、合成率というのは。 1> 1対100ぐらいですで、まあ、基本これは水切りっていうのと同じですね。で水切りはあの当たり前ですけど衝突するときに向きがものすごく変わるので浅い角度でぶつかったときには、えー、こういうふうに変わってここがあの基盤がすごく変形します。で基盤がすごく変形すると向きがこう浅くぶつかったのが割と深くこう跳ね返るということで。 反発係数が1を超えるとということですでもうちょっと詳しいメカニズムはこの論文で年11年前に議論しましたけど、まあ、そういう細かい話をしてもしょうがないのでこういうことがあるということを皆さん覚えておいいくださいですから野球のブールなんていうのはもうかなり複雑なぶつかり方をしますのであ,ああいうノーマルなノーマルっていうのは方線方向の反発係数でおまけにビ あの衝突速度に依存しないのでで全然デタラメですで当たり前ですけどスピンがかかるとだから全然違う反発をするということですね。で、えー、とまあそれはいいんですが今度は反発ケースが負になるということもあるんですね。でこれはあ、まあ、やはり斜め,同士斜めの衝突なんですけど今まで先ほどの例はこういう基板と球の衝突だったんですが今度は球同士の衝突です。でこれはあの我々が ああ二千十年に発見したんですけども、実は粘着性がその場合は粘着性があるということを仮定したんですが、あ粘着性がなくても実験的に出るということが分かっています。ですからこれはまあ普遍的に割と不になると。でえっと我々はまあ理論の研究室なのでだいた理論的にやったんですけども、例えばあこのまあ当時の学生だった斉藤邦康くん。 と一緒にやりましたが、えーまあ、一つは水素そのシリコンの表面に水素をコーティングしたようなあ原子ナノクラスターを人工的に作ってそれをぶつけてシミュレーションを行うた。あるいは、まあ、これレナード・ジョーンズっていうのはちょっと分かりにくいかもしれないですけど実はこっちの方が簡単であの原子同士が粘着性と積力を持つ近いところでは積力を持って ちょっと,離れ,たと離れたところでは粘着性があってちゃんとくっつくような状態の原子のモデルです。でこっちの方が簡単なんですけどそれあのこうコーティングしたりこういう表面にやはりコーティングって書いてありますけどなんでそういうことをやったかというとあの表面全部同じやつで作ると割とぶつけた時に簡単にくっついてしまうということがあるので今反発の話をしているのであそのくっつくのをまあ避けたかった。 とということがありますただ実はより大規模なシミュレーションをしますと先ほどの一番最初に紹介しましたように大きくくななるととと全部粘着性の粒子を入れてもてももぶつつかかっっいということが実現します、まあ我々はそんなに大きなシミュレーションをやらなかったのでちょっとコーティングをしました。でまあそれで,どうでもこういう感じでぶつかるわけですね。これはレナード・ジョーンズの方ですけれどもまあこれ見てもなんかよく分かりませんが。 あまあこれも,も,も,もちろん問題になるのはこういう感じの,その斜め衝突というか割と浅い角度の衝突ですねこういう時に変なことが起こるとこれ斜め衝突でまあぶつかってそれで軸がぐっと回転するんですねこういう感じで。あ失礼。 ぶつかったんですけど、その軸がその放射方向っていうのが先ほどの板との衝突だったらもちろんぶれないわけですけれども、この N っていうのがぶれないんですが、これ自体がくっついたままくるっと回転してこの状態で離れる。でこれを追っていくとこういう感じです。でか赤いやつと緑のやつがぶつかったんですが、えー、これが最初の放射、あこのなんていうのか、先ほどのこの面ですね衝突面。 衝突面です。この点々な衝突面。で衝突面がお総理。えっと衝突面が最初のやつに、これは最初のやつはずっと書いているわけです。ですがこう明らかにこうぐるっと回ってこう最後に出ていく方向というのはこのこれ衝突面よりも内側に入ってきますね。でそういうことが起こるのでそのまま反発係数をその さっき最初に高校の教科書のようにその放射方向に速度比ということでやるとこの下のこういう状態になります。であるところから負になる。だからこのガンマがでかい衝突角度がこうぐっとこうこういう斜めの衝突になると負になってしまう。でもちろんこれは全然おかしなことは起こってなくて、えー、先ほどのまあくっついてこう衝突面があ 回転してそれから離れるということを考慮して理論を組み直してあるいは実験データ数値データを組み直して書きますとむしろ実質的な反発係数はこのガンマの関数としてちょっとずつ増えているということが分かります。でこれも理論的にも説明がつくわけで別にそんなに不思議なことは起こっていません。いずれにしてもそのまま 普通の教科書まあこれはあのもうちょっとレベルの高い大学院レベルの教科書で書いてある定義を使ってもこういうふうに負になってしまうので反発係数が物質定数だなんていうまあその水野がやってるようなことをやってたらえらいことになってしまうということですですからまあいろいろなことがあるということですね。でまあ正面衝突の場合はじゃあ反発係数は変なこと起こらないかまあ衝突速度依存性があるというのを一番最初に紹介しました。 でまあ、その反発係数がそもそも1を超えないっていうのは何か,何から来てるかというと、えっと、最初の状態がその、えっと、結局ボー,ルボールならボールで、えっと、内部重度が非常にいっぱいあるのでそのボールのこういう平身の重度が内部の運動の重度に吸収されるということが起こるために反発係数が1を 下回るわけですところがまあ逆もあってもいいんじゃないかということですねエネルギー保存則はまあ破らないとしてじゃあその内部が例えば振動してたら振動してたやつが平身の重度に移ったらおかしくないかということです。でこれは一般になんで禁止されているのは、まあ、例えばこういう机があった時にまあほっとくとだんだん散らかってくる、まあ、こういう状態なんですね。 だからこれは熱力学の第二法則と関係していますでエントロピーが増える増えないという話と関係しています。でそういう問題を改めて考えるとやっぱりマクロには反発係数1超えないよねっていう話になるわけですけどもあくまでエントロピーっていうのはその統計平均に取った変数でありまして。 各サンプル自体はそんなに制約を受けないということなので実際にあらかじめある熱揺らぎをその重心運動に転化することは実は可能です。でだから何も動いてない、まあ、平均的には動いてないものをグッと動かすということはぶつけて動かすということは可能なんですね。逆に言うと、ゆっくりぶつけたものが ュンとこう跳ね返ってすごいスピードで飛んでっちゃうということは起こりますでそういうことはまあ比較的最近まあ我々の研究をまあ含めてえ議論されるようになりました、まあ、例えば我々の研究は東京新聞にも取り上げられていますで、えー、とまあそれからどう,どうしてそういうことも起こるかというとまあ熱揺らぎを拾うっていうこともあるんですけどそ,うそれと関係して比較的不安定な 構造のクラスターがあったときにぶつかって安定な構造に組み替えるということがやはり関係しているとこういうこともあります。で実際、えー、とこれはあまあこれ見てもあんまりよく分かんないんですけども、えー、と反発係数がまあこうノーマルな0.972ぐらいの時とこれが 1> 1. ってこれは異常な時なんですけどまあちょっとよく分かりませんが <laughs> えとこれは実は角のところに当たって回転がこう冷気されているというまあそんな感じの時に何か変なことが起こっています。でもっと極端な例はこんなんでえとこれは何か核分裂みたいな感じですがこういう場合はもう反発係数が6を超えるというようなこともあります。でちなみにこののの国中さんっていうのも私の元学生でえ 東京新聞の紹介があった時の研究も彼との共同研究に基づいています。で、えっ、ー、とじゃあこれをもうちょっと整理するとどういうことが起こるかっていうと、まあ、形状やっぱり初期状態の形状というのは非常に大事なんですね。で、えー、とちょっと難しい言い方をすると四重極変形っていうのが一番大事だということが分かっています。で、だからまあそれで例えばこういう 例えばこういうなんか熱冷気かなんかあって振動を最初にしてるとするとまあ何か考えても分かると思うんですけどこういう楕円が壁に当たった時に楕円がこう潰れ,潰れる瞬間こうきてこうキックするようなだからフェーズが潰れた状態からこうキックしたような状態に跳ね返ると 反発係数が非常に大きくなりやすいということは想像がつくと思うんですけどそうそういうあの初期のこういう変形ですねこういう楕円的に変形しているやつがあるフェーズにあるときに反発係数を一応超えやすくてまあそうじゃないときには一を超えにくいとだから初期のまあ観測をするとどういうときに反発係数が一を超えやすいかっていうのは分かるということも分かってきましたまあそういうことが だからまあまあこういうのでエネルギーを取り出して機熱機関が作れるかというとまあそれはよく分かりませんがまあいずれにしてもあの変なことはいろいろあると。で衝突一つとっても高校の教科書に書いてあるような話とは随分違っていろいろわけのわからないことが最近見つかっています。で実のところあれは高校の教科書の記述は何に基づいているかというとニュートンが適当にやった実験ですごく精度の悪い実験データをもとに いい、えー、いたいあんままり変わらないねととうここ言ったことに基づいていますですからあまり無反,無無あの無反省に記述をまともに真に受けてしまうとダメだということが一つ反省事項ですね。でまあ非弾性衝突の話というのはこのぐらいで、えーまあ、こういう衝突速度依存性があり斜め衝突では反発係数が1を超えるというのは簡単に起こる。で で負になることもあると、これはあの球同士でしたね。で正面衝突でも反発係数が一を超えることがあるということになります。で一を超える超えないに関してはあの揺らぎの定理というある種の綺麗な対称関係式もあることが分かっています。まあそれはああ触れないことにします。えー、まあここまでが一つの塊で次にえっ、ー、と流れる粉体流れない粉体の流れる粉体の特徴付けということに移ります。